読んだかよ。いってーなー。なんだよ、ごめんなさいも言えないのか。死ねよ。あなた死ぬのか。何言ってんの、意味わかんねえ。何見てんの？なんだっけ？カメラさんじゃない？トリフンなの？ああ、そうそうそう。なんか不気味だよね。つうか視界に入ってこない感じ？あいつの目見たことねえし。見えてる。やばちぃ。おお、どうだ？おおせ。
お前まだいたのか。行け、頑張れ頑張れ頑張れ。死にたくない。一人は嫌だ。私がキラ君に心を動かされてる理由は何なのか最近分かったんです。それは恋でした。迷惑ですよね。でもどうしようもないぐらいの孤独は私分かるから、だからダメですか？え？私、いじめられて人と目を合わせるのが怖くて。だけど私、365日キラ君と一緒にいます。お前なんか知ってんの？おい、
うしたの急に。おかえりニノン。ただいま。パパ見て見てニノンちゃんイメチェンしたのよ。かわいいわよね。どうしたんだ、兄の。まさか誰かにいじめられたんじゃ。うん、違うわね。青春の匂いがしたもの。外れっていうか、涼しいにも程がありますよね。キラ君の前で前髪を切るとか、何の嫌がらせだよって話です。すげえじゃんお前。何これ鳥？あのちゃん。今から鳥女って呼んであげるよ。いいね鳥女。鳥は可愛いです。なんだよ鳥女。どうしちゃったの？私は気持ち悪いかもしれないけど鳥は気持ち悪くないです。何それ。聞くんですけど。あいつの目見たことある？ない。キモいよね。おい、別にキモくねえよ。何も言い返せねえのかと思ったけど。すげえじゃん、お前。ってぐらい嬉しい気持ちになったのは、いつか顔を見上げてキラ君をちゃんと見たいと思ってました。あんな顔を見たらその思いが溢れてしまったっていうか、私にも何かできるような気持ちになってしまったっていうか、でも暴走しすぎました。どうしましょう先生。すげえじゃんお前。それはもういいですから。お行きます。せえよ。あのお前が言ったんじゃ。え ?365 日一緒にいるって。あの、あ
れは嘘だったのか。いや、私の気持ちに嘘は。ただ私はそんなこと言える立場ではなかったと反省して。責任取ってもらう。え？いや、でも私と一緒に。急がねえと遅刻すんぞ。はい。10月6日大変です。キラ君が私の隣にいます。至近距離にいるキラ君は遠くから見てるよりずっと背が高くてキラキラしています。おお、キラ、おい、おおはようございます。あれって岡村さん？え、あれ岡村？けどさ、なんか可愛くなかった。先生です。先生。こいつが？先生です。名前かよ。いや。ほっぺたかわいい。いや。はい。このほっぺのアイリスとトサカのリリスタ。先生はインコの中のインコ。私の師匠で友達なんです。お前もしかして動物好き？はい。まずは猿山だな。その、いいんでしょうか？久々に入ってみたかったんだよ。私は週一で来ています。マジで？どこに何があるか、トイレの場所もご案内できますから安心してください。じゃあよろしく。任せてください。あちらです。ここがこの動物園のちょうど真ん中にある猿山です。おい、この猿山は日本の動物園の中でも最も古い展示施設なんです。このサルちゃんたちは青森の下北半島からやってきました。人以外の霊長類では最も北に生息しているため。お、ペンギンだ。こちらはケープペンギンです。アフリカ大陸に生息する唯一のペンギンたちです。顎の下に入っている黒いラインとお腹のゴマ状の斑点が特徴的なんです。うわ、何このでかい鳥。それはエピオルニスです。エピオルニス。はい、もう絶滅してしまった鳥なんですが、史上最も体重の重い鳥だったと言われています。この卵は鶏の卵の180個分もあるんです。お、ヤギの触れ合いコーナー。へー、おー、どうぞ食べさせてやってください。おー、おー、よし、こうやってあげれば大丈夫です。おお、食った食った。おい、喧嘩しない喧嘩しない順番順番、ほら喧嘩しない、順番順番。結構かわいいな。ここがクジャクのコーナーです。うわ、オスが羽を広げてるのはメスを交尾に誘うためです。羽の目玉のような模様が多いほどメスにとっては魅力的なオスということになります。複数のオスから求愛された場合、メスは目玉の模様が一つでも多い方を選ぶんです。お前動物博士じゃん。いえ、それほどでも。いや、すげえって。え、なんか俺
今かなり楽しいかも。いましたいました。あのくちばしの大きい子はアマゾン生まれのオニオオハシです。オニオオハシ、黄色や赤やオレンジで色となった美しいくちばしを持っているところからアマゾンの宝石って言われてるんです。へえ。私実はこのオニオオハシがオカメインコの次に好きな鳥なんです。本当に美しいですよね。おい、オニオオハシ、かわいいな。はい。いらっしゃいませ。コインを入れてコインを選んでね。何やってんだ。ごめんなさい。よし、オッケー。すぐに撮影始まるよ。カメラを見てね。カメラ。あ、キラキラの笑顔だよ。キラさんってあそこの方の、うん、心臓の病気ですって。ユイジ君、ニノンちゃんと同い年なのに。あと1年か、うん、やりきれないな。マジックタイム。え？魔法がかかったみたいに世界が輝いて見えるだろ。本当だ。キャラじゃないよな。全然。空とか動物とか。前は興味ゼロだったもんが、なんかしみるっていうか。また一緒に行きましょう、動物園。なあ、キラ君の大切な一日、1分、1秒を共有できるのが嬉しくて嬉しくて。でもキラ君と過ごせる時間はあと1年。結構楽しかったな。はい、今年一番でした。あ、なんかついてますか。いや全然。ていうかお前なんか見てねえし。すいません。ユイジ。おうね。久しぶり。そうでもないだろ。そうでもあるよ。ユイジ全然 LINE 返してくれないし。そうだっけ。だって誕生日どうするのって聞いたってスルーだったじゃない。あ、頼りがないのが元気な誕生日か。昭和の頑固親父か。うるせえ。どうも。あ、はじめまして。こいつ岡村二の。彼女？違うけど。そうなんだ。矢作レイです。岡村です。
ゆいじとは小学校の頃から同じ部屋で寝た関係。めんどくさい言い方してんじゃねえよ。だって本当じゃん。こいつ病気仲間。話したんだ病気のこと。まあ話したっていうか。へえ意外。っていうかレイ時間平気なの？あやっば。話はまた今度詳しく聞くから。別にいいし。じゃあ岡村さんまたね。小学校の時から同じ病院に入院してたんだよ。そうなんですか。あいつあんな爆走できるくらい元気になったんだけどな。さあ、はい、ちょつまり聞いちゃうけどお前らって付き合ってんの？え？あ、いやキラには聞きづらいって。違います。付き合うでなんてとんでもないです。お、キラ。あの、私からも質問があるんですけど。なんだよ。キラ君の誕生日のことなんですけど。日付教えてもらってもいいですか？ちょっと待って。誕生日ね。しなきゃですよね。一年に一度しかない誕生日なんですから。計画立ててんの？キラ君には内緒でお願いします。何隠してる？おい、おい。これ食ってた時です。お、かわいいじゃん。ヒラ、お前最近趣味変わったのか？うっせえ、話しかけんな。ニノンって変わった名前だよな。フランス語で織物っていう意味なんです。糸が折り重なるみたいに大切な人たちと出会ってつながってほしいって父が。キラ君それ。ん？いや何笑ってんだよ。いやそこまでひどくねえだろ。見てみろ、ほら。笑うなよ。クリーム、うん
よし、髪ひもとクラッカーもよし、ドリンクもよし、食べ物よし、キラ君の席も OK。 あとはいい感じになったじゃん。はい、これ喜ぶぞ。ドキドキです。皆さん来たよ。皆さん、皆さん、皆さんありがとうございます。まあ暇だったし、どんなもんかな。え、これ全部岡村さん一人で。はい、すごい可愛いじゃん。こういうの逆に新鮮だな。お、それだ、言えてる。皆さんありがとうございます。ラッカーです。ありがとうございます。ありがとうございます。ヤンギさん、かわいすぎる。どうもお招きありがとう。ヤンギさんありがとうございます。お、岡村どなたなのかな。ユイジの幼馴染的女子の矢作玲です。俺矢部かも。ユイジはあ、もうすぐ来ると思います。ケーキ出すタイミングご頂戴よ。はい、はい、あのレイちゃんって呼んで。ちょっと、あなたユイジのこと殺す気。ユイジはね、食事制限があって糖分控えなきゃダメなんだけど。あ、すいません、私全然わかんなくて。ユイジの体のこと忘れないで。はい、教えてくださってありがとうございます。おい、キラ来るってよ。はい、待って待って待って、すいません。Thank you。 どうぞ、あちらの席。どうぞ。小学生かよ。はいはいはい、キラー。はいはいはい、よしよし。せーの、ハッピーバースデーキュー。メロイ、ハッピーバースデーキュー。岡村は？あれ？帰ったよ。カラオケ苦手なんだって。まあ疲れたんだろ、あいつ超頑張ってたからさ。ああ、さっきの誕生日会もあいつが全部仕込んだらしいぜ。ああ、そう、びっくりした、本当にすごいよね。結構すごいよね。いいじゃん、いいじゃん。何がいいよ。ゆいじくん悪い、ちょっと。え？こんにちは。こんにちは。ちょっと見ない間に随分イケメンになったわね。今日は本当にありがとね。え？ニノンのためにお誕生日会開いてくれるなんて。え？ニノンのお誕生日をお友達とお祝いするなんて小学校以来だもの。嬉しくて。夕べね、すっごく楽しそうにケーキ作ってたのよ。あ、そうですか。これからもミノンのことよろしくお願いします。はい、じゃあね。
ねえし。おーい、行くぞキラ。悪い、俺パス。は？なんだよ。へえ、意外と似合いかもね。何？行くよカラオケ。はい。キラいる。おい、みんな行くぞ。なんだよあいつ。誕生日ってなんで言わねえんだよ。キラ君笑ってたよね。これは失敗だったけど。勝手に帰ってんじゃねえよ。中学の時に入れた。ガキの頃から体良かったから、そう見られたくないって虚勢張ってどんどん道間違えてって。落ちるとこまで落ちたんだよ。ちょっと検査結果が芳しくないんでね。そのことも考えて薬の見直しを。キリに言えよ。え？先が長くねえならはっきりそう言えよ。おい、はっきり言えよ。はっきり言えって。おい、周りの人のことも知らない奴らのことも傷つけて好き勝手やり放題で。けど何も満たされなかった。誰かと一緒にいても一人な気がして。
君来てください。風邪ひいちゃいますか。だからあと1年って言われた俺の人生、楽しいことなんか何にもない。ただこのまま死んでいくだけなんだって、そう思ってた。けど お前が隣に来てからなんかわかんないけど気がつくと笑ってんだよ。いつも頭の中から消えなかった。病気のことも忘れられた。一人じゃないって思えた。なあ、俺まだ諦めなくていいかな。ここが動いている限り岡村、お前が好きだ。一緒にいたい。一緒にいたいんだ。一緒に。365日ずっと。ハッピーバースデーニノ。こいつ俺の彼女になったから、誰も触らないように。マジで？今日は皆さんに完食丼と君団子と豚汁を作ってもらいます。じゃあ5、6人の
作ってね。ニノ、ここ空いてんぞ。大丈夫？大丈夫です。いや、大丈夫そうじゃないけどさ。俺、そっち持つよ。大丈夫です。大丈夫です。なんかさ、明日の夕方からね、本のせいがあるんだけど。明日の夕方からきつい。はい、ちょっと。ママ。キョウ君、どうしたんですか？さっきの男って誰？さっきって職員室の前歩いてただろ。仲良さそう。ああ、図書院で一緒の B 組の。全然仲良くなんか。ここざわっとしたんだけど。体調がちげえ。キラ君、なんでこれ。カーテンの毛。遅くなりました。プレゼント、大したもんじゃないけど。え、ありがとうございます。開けてみてもいいですか？うん。かわいい。あったかいです。これ、私からです。お、手紙。なんだ、ポワンとして面白いテレビのことでも考えてたのか。いただきます。そんなんじゃないわよね。なんだ、何かパパの知らない楽しいことでも。さあ、ね、なんだ何。12月24日最近、愛おしいという言葉の意味が分かるようになった気がします。
一緒に帰ろうぜ。ああ悪い、ニノ待たせてっから。お前どんだけ岡村一筋だよ。なあやべえ、ん？いいもんだな彼女って。なんだよ今さら。今まで何人も作ってんだろ。いやそうなんだけどさ。ああもうマジ超つまんねえ、人のリア充話超つまんねえ。夢でもいいからこの時間が続いてほしい、ずっと。矢部君が矢作さんのことをらしい。じゃあ協力しないといけませんね。協力って何すんだよ。矢部君の長所をアピールするとか。おう、こんにちは。二人嫌い始めたんだって。だからそう言ったじゃん。聞いてないんだけど。言ってねえし。ありえない。お前もいちいち男できたとか報告してこないだろ。私はいいの。自己中。姉ちゃん何にする？ミルクティー。オッケー、マスター。ミルクティー。お前ら意外と合ってるかも。でしょ？ないから。はい、お待ち。はい、ありがとう。はい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 、はい、お待たせ姉ちゃん。イノちゃんはもうユージと寝たの？え？あ、いや、ちょ、レイちゃん、な、私はもう寝たよ。え？ほら。私に用事があったんです。帰ります。あれ、あいつは？のろけ話撲滅運動実施中。レッちゃん。そんな女がいたのは認める。けどレイとは何にもない。あいつは同志っていうか戦友だ。俺にとってレイは特別なのと同じようにあいつもそう思ってくれてると思う。今までずっと病気の話はあいつにしかできなかったし、っていうか今の俺にはお前しかいねえだろ。分かった。でも私だって焼きもちぐらい焼きますから。後ろ中していいっすか。仲直りしちゃったんだ。ったく誰のせいだと思ってんだよ。だってイノちゃん見てるとうずうずしてきちゃって。私の友情を渡すんだもん。
いいでしょ、これぐらいの意地悪。出すってお前のもんじゃねえだろ。でもこれで満足。ニノちゃん、ユイジのことよろしくね。俺ちょっとキラと兄弟になるのはあれだからさ。兄弟ってどういう意味よ。それはあのこれからないから寒いな。誰か俺を温めて俺を笑うな横にしないで。おい、キラ。ユージ。お前どうした、キラ。ユージ。おい、キラ、お前大丈夫か？やめく、救急車呼んで。早く。ユージ。救急車。ゆっくりだよ。ユージ。ゆっくり。いやでもレイちゃんがそばにいてくれて助かったよ。お願いします。状況は現着時 JCS1、うん、血圧120-70、うん、ハートレート120。じゃあ酸素投与と点滴を、あとバイタルもすぐチェックして。はい。とレントゲン取りたいから放射線科呼んで。わかりました。キラー君聞こえる？うん。どうした？運動疲れた。大丈夫。このぐらいの発作だったら命に関わることじゃないよ。なんだよこれ。あいつどっか悪いのか。俺何も知らねえよ。岡村、おい、なんだよ。ニノちゃん、逃げるなら今だよ。さっきは会いたけど、あなたたちは普通のカップルじゃない。ユイジは体に爆弾を抱えてる。こういうの何回も何十回も経験してきてるから、私たちにとってはこれが日常。でもイノちゃんにとってはそうじゃない。けどそれが普通。ここから先はこういうのが日常だって思えないと無理。これが現実だから。やべが泣くな。ごめん。君はいつも笑ってて元気そうだったから忘れてました、うん、現実を知りたくなくて、どこかで見て見ぬふりしてた気がします。キラ君は泣き虫なんです。私はキラ君がとっても好きです。逃げたくなるようなことがあるかもしれません。でも逃げません。
さん。レイちゃん、ユイちゃん。今治療中で。そうか。よかった。はい。もう落ち着いてます。念のために3日入院してもらうことになると思います。はい。手術ですか？うん。でもユイジは受けないって決めてる。手術を受けても無事に退院できるとは限らない。うまくいかなかったら全部終わるんだよ。私も手術の時怖くて怖くてたまらなかった。ユイジの場合私よりずっと大きな手術になるし、その分リスクも大きい。もし同じ立場だったら私も受けられないと思う。どうか苦しいとこないか？ああ平気、うん、大丈夫か？悪かった。親に気を使うな。気は使うだろ。さっきまでレイちゃんたちいてくれたんだぞ。ミノちゃん、岡村さんとこの娘さんだよな。うん。付き合ってんだって？ああ。おやじ、俺さ、やっと生きる意味が見つかったんだ。1月5日、私はキラ君と生きていこうと思う。先生、ミノ、これはどういう意味でしょうか？すげえじゃん、お前。
麗ですね。ああ、あのですね。なんだよ。あの時返信していなかったのですが、バレンタインのリクエスト。入院とか試験とかでもう1ヶ月近く遅れちゃってるんですけど。あれは冗談。奇遇にもうちパパもママもいないんです。二人で温泉旅行へって言って。スプーンが。いいよ。でもいいから。あ、だったらね、うっかり日にち間違えちゃってて、来月だったのよね、パパ。お茶入れます。ママ、いいの、席を外してくれるか。ゆみじ君と話がある。行きましょう。ニノさんとは真剣なお付き合いを。認めるわけにはいかないよ。すまない。俺には時間が限られてるからですか。やっぱりやめなさい。でももういで。ママもニノンちゃんの初めての恋を応援したい。でもね、パパの気持ちもわかるのよ。ニノンは中学の頃から友達ができなくていつも一人だったのに、何もしてやれないのが情けなかった。君には感謝してる。ニノンに友達ができたのはユージ君のおかげだ。だからこそ、もし君がいなくなったら、あの子はどうなるのか
君への思いが強くなればなるほど立ち直れなくなってしまやめなさい、言っても無駄だ。ユージ君が納得してくれたんだから。パパ、キラ君に何言ったんですか？ニノも自分の未来のことを考えなさい。キラ君を傷つけるようなこと言ったんでしょ！私許さない。ニノちゃん、パパじゃあ。私はキラ君と一緒に生きていく！そう決めたんだから邪魔しないで！微分は全部このやり方でできるということを覚えておいてください。わかりますか？はい。岡村さん、ダメだ、全然つながんない。私のせいです。私が家に連れて行かなければ。そんなこと言ったってしょうがねえだろ。キラ探さないと。どっか心当たりねえのか？公園とか動物園にもいなかったので。ああ、もうどっかねえのかよ俺。ヒューちゃんが。あ、もしもし。私のメッセージも既読にならない。マジかよ。ユイジのやつやべえよな。あいつもしかしたら死のうとしてるんじゃ。それはない。なんで言い切れるんだよ。わかるよ。あんなに苦しい治療しても必死に生きようとしてきた同志なんだから。そっか。あそこかも。昔からなんかあるとおふくろさんの墓参りに行ってたらしい。いますよね、キラ君。あの、俺に行かしてくんないか。え、ここは俺に任せてよ。いや、もしかしたらこの辺にいて払って帰ってくるかもしんないし。でも俺、話したいことあるんだよ、キラと。絶対連れて帰ってくっからな。よろしくお願いします。
返してください。返してください。あ、うまいんだな。え、すげえじゃんお前。急すぎ。けどなんか刺さったよ。え、マジで？ああ。キラー。ホワイトデーとか鼻で笑ってなかったっけ？笑ってたな。変われば変わるもんだな。ニノが変えてくれたんだよ俺を。俺さ、ホワイトデーの時ニノにあげたいものがあるんだ。何？未来の約束。未来の約束？なあ。あ、もしもし姉ちゃん、あのさ、頼みたいことあるんだけど。やべえ。岡村、目真っ赤だったぞ。超大事にしたいんだろ。なのに何泣かせてんだい。これ以上一緒にいたらもっと泣かせることになる。ニノの親父さんの言う通りだ。未来のないやつに恋愛とか無理なんだよ。ニノには未来がある。来年も再来年も10年後もそこに俺はいない。だからもうニノのことは喧嘩ねえ、ふざけてねえよ。これが現実なんだよ。
何が現実だよ、何が未来だよ。当たり前にそれがあるやつに分かんねえんだよ。ちげえだろ。俺だって岡村も姉ちゃんだって明日どうなるかなんて分かんねえだろうが。そりゃ確率は高いかもしんねえけど、明日も生きてるって言い切れるやつなんて一人もいねえよ。お前が10年後も生きてる可能性だってゼロじゃねえだろ。俺嬉しかったんだよ。お前が岡村と付き合うようになってから今まで絶対に言ってくんなかった本音みたいなのたまに言ってくれるようになって、俺今のお前が一番好きだ。だから大丈夫だ。キラはキラだから。説得力ゼロだぞ。せえな。やべえ。なんだよ。ありがとな。見てくれて。キラ、約束すんだろ。よし。おい、どこ行くんだ。来いよキラ。どうしたの？お出かけ？うん、うん、たまにはパパとデートでもしてあげようかなって。そっか。うん、昔はさ、よくこうやって二人で歩いたよね。うん、私パパと一緒になってよかった。もちろんいいことばっかりじゃなかったけど、パパとの時間は全部私の宝物だから。大切な人とつながって幸せな人生を追い上げていってほしい。それだけなんだ。
から急げ、準備があんだよ。やべえ、はい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 。なんだよこれ。私結婚式セッティングしろとか急すぎ。いやだってキラが言ってたの思い出しちゃったからさ、叶えてやりたかったんだよ。いきなり結婚式とかずいぶんすっ飛ばしたよね。え、いやだって未来の約束っつったらプロポーズだろ。ユイジ多分そこまで考えてなかったと思うけど。マジで。でもナイス勘違いだよ、矢部のくせに。ニノ。はい。ずっと一緒にいたい。俺ニノと結婚したい。私も。キラ君のお嫁さんになりたい。ニノ、俺手術受ける。え？決めたから。ニノといる未来のために。俺の生きる意味はニノだから。ニノとの365日が何回も何十回も来るように来るって信じてる。泣くなよ。
つも泣き虫なのはキラ君の方なのに。俺はもう泣かないよ。泣かないから。したの。大切な人とつながれたんだね。はい。ダメか、キラ君から手紙が届きました。マジで？ミノエ、そっちはちょうど桜が咲いているんだろうな。
こっちはまだ寒いんだよ。寒いんだな。朝起きるのが結構きつい。いやらしいね。少しずつアメリカの生活にも慣れてきた。言葉もそんなに困らないし、周りにいる同じ病気の患者の人も親切にしてくれるから大丈夫だよ。だけどやっぱり飯だけは合わないな。空港でニナが渡してくれたおにぎり、あれすっげーうまかった。こっちにおにぎり送って。すげーうまかった大好きなキラ君へ。またまた手紙書いちゃいました。こないだ矢部くんが、俺のヒーローはキラなんだ、だからあいつが主役の漫画を描くって言ってました。書いたらキラくんに送ってくれるそうです。期待して待っててくださいね。そうそう、それとビッグニュースがあるんです。なんと矢作さんと矢部くんが付き合うことになったんですね。ビッグニュースでしょ。私もびっくりです。あの二人が付き合うだなんて。二の絵、前の手紙から時間経っちゃったね。たくさんの手紙ありがとう。いつも夜になるとニノが送ってくれた手紙を読み返してるんだ。するとね、すごく勇気が出てくるんだ。ニノ、来月に手術することが決まりました。ニノ、心配しないでね。俺は絶対帰るから、必ず帰るから。ニノの笑顔をもう一度見たい。ニノと一緒に手をつないで学校へ行きたい。ニノを抱きしめたい。また手紙書きます。先生、行ってきます。君と一緒にいると言ったあの日から365日経ちました。見てんだよ。押せよ。10月5日、これが今日のキラ君です。今まで君が泣いた分取り戻す。
朝は